あれはどこかで見たような。あ、私もです。エレグ、あれですな。ハーモニーキューブ。ハーモニーキューブ？それって私たちが使ってる戦闘補助用デバイスのことでしょ。あんなに大きくないけど。本来ハーモニーキューブはあれくらいの大きさですな。もともとはアーク建造のための演算装置でしたから当然ですがな。都市の構築に必要なあらゆる情報を超高速で演算できる装置だったのですぞ。ニケが使っているのはダウングレード版といったところで、もう大きさからしてかなりの違いがありますな。アークの候補地だった場所にはこういうハーモニーキューブがあったはずだけど、ラプチャーの攻撃で全部破壊されて今は小さい方しか残ってなかったはず。でもあれはちょっと不安定に見えるけど問題なさそう。うわ、間違いありませんぞ。トンネルがあった部分はエレベーター。アークの候補地だった場所ですゆえあって当然ですな。アークの出入り口になるはずだったに違いありませんな。そしてクリスタルで集められた大量のエネルギー、ハーモニーキューブの超高速演算には膨大な電気エネルギーが必要ですな。この全てがハーモニーキューブによってアークが作られようとしている証拠ですな。人類以外の文明、未知との遭遇。わあ、気絶してしまいそうですな。遅くなる前に、文明が形成される前に接触しブームを布教すれば、ブームが文明の根幹に。落ち着いてエレグ。これが落ち着いていられますかな。気持ちはわかる。遺言状を書いたから。エレクトリックショック部隊所属トロニー、ワクワクして死亡。しっかりしてくれ。あれが正常に動いてるならここは立派な都市になってたはずだ。そうですね。周りを見たらあっちもクリスタル、こっちもクリスタル。あそこの真っ白な建物以外どこもクリスタルまみれです。ところであの建物は何でしょうね。とても目立ってますね。それからクリスタルの影響を全く受けてないですね。ひとかけらもないです。ラジャ、クリア。危険はありません。何よこの白い建物、表面がツルツルしてるわね。ガラスみたいですね。扉も窓もありますが機能はしませんな。うん、見た目だけ。先ほどの絶縁体で作られた建物なのでクリスタルに侵食されないようです。応用すれば探索用の装備に使えるかも。リター先輩に今度相談してみないと。え？近くで動力反応は確認？ハンマリングか？いえ、リバリンの反応です。リバリン。ああ。リバリン？ああ。フラジャイル。フラジャイル。会いたかった。今日はどうだった？辛くなかった？お疲れ様。もう少しだけ我慢しましょう。そうすれば良くなるはず。うん。きっとそう。あいつからも
逃れられるはずだから、もう少しだけ、ね。リバリン。フラジャイル？無事だったんだ。よかった。夢じゃない。なんでここにいるの？どうして？探しに来たの。聞いたの？どこまで聞いたの？ねえ。どこまで聞いたの？何も。嘘。シックスオーガあなたを放っておくはずないじゃない！リバリン、やっぱりまたシックスオーの仕事をしてるんだね。違う、そんなことしてないわ。じゃあどうしてその名前が出てくるの？ごめん、騙そうとしたわけじゃないの。私たち約束したよね。もしまたシックスオーの仕事を引き受けたら二人で死ぬって。先に行ってて、私もすぐ行くから。ラジャ、シノ、リバリー、一緒に。リバリー、電気ショックでも使いますかな？何言ってんだよ！ごめんね。でも、私、本当に、仕方なかった。嘘つき。約束。したのに。嘘つき。ごめん。フラジャイル。ごめんね。お話ししていましたよね。配達の仕事が減って偉い方たち向けのドラマチックなサービスをしているという話。それがすごく嫌でした。それで少しだけだからって怪しい仕事に手を出してしまいました。だいたい予想はつきますよね。どういう仕事をしたのか。中身がわからない荷物をこっそりどこかへ運ぶ仕事です。中身は何かわかりません。知りたくもなかったですし。でも配達先は決まってアウターリムにある秘密の倉庫。きっと偉い人のものだと思います。受け取り人がいない薄暗い場所のどこかでした。俗に言う裏社会の運び屋です。簡単な仕事でした。私はアークを隅々まで知っていますし、配達は専門でしたから、随分なお金になりました。ロボットに仕事を奪われたことも、偉い人たちのご機嫌取りで失われていたプライドも、すべて取り戻せたような気になりました。やめられなくなりました。ますます危険なものを運ぶようになり、多くのお金を受け取るようになりました。
そうやってずっと働きました。ただひたすら。家が広くなり、着ているものが高級ブランドに変わり、食べ物の質が上がり、手の届くものが増えました。よかったんです。その時は。そんな仕事をしていたある時、トラブルが起きて、大切な人を亡くしました。それで足を洗い、元の仕事に戻りました。もう二度とあんな仕事はしないと誓いました。もしまた手を出したら、その時は一緒に死ぬと約束しました。私は関わっていません。ただリバリンの仕事が順調なんだなぐらいに思っていました。そこから一緒に死のうって話が飛びすぎじゃない？トラブルで犠牲になったのは私の妹だったんです。リバリンのせいで死んだわけではありません。ですが妹は死にました。事件に巻き込まれた結果として。悪いのはあの仕事ですから。ですがもしもう一度手を出したのなら、それがリバリンの意思ということです。私はリバリンを恨むしかありません。一人で行くのは寂しいでしょうから、その時は私も一緒に。ああ、ご存知でしたか、シックスオーのことは。その話の流れだと、ここに来たのもシックスオーの依頼ってこと？携帯ばっかり触ってたのもそれが理由ね。そうです。誰も手にしたことがないものを持ち帰れと言われました。未知の場所を探索する任務ならそういうものはあるでしょうから。それでアンノウンの写真を。クリスタルは持ち帰れませんから。皆様申し訳ございません。ご迷惑をおかけしました。足を洗ったつもりでした。もう二度と関わりたくないと思っていたのに、またこうなってしまいました。フラジャイルにだけは秘密にしてほしいと言ったのに、それも結局。シックスオーの嘘だと思ってた。あんな目にあったのに、また仕事をするなんて思ってもなかったから。でも私が信用しすぎてたんだね。お金が欲しくなったの。そうじゃないの。じゃあ何？運び屋をしていたこと、イングリッド様にリークするって言われたの。そうなったら記憶消去は間違いないし、もしかしたら廃棄かも。はめられてるんだよリバリン。一生抜け出せないように。あいつはずっとその弱みにつけ込もうとしてくるはず。話し込んでるところ悪いけどさ、やらなきゃいいだけなんじゃねえの？やりたくない、もうてめえの言うことは聞かねえって言えばいいだけだろ。イングリッドには正直に言って助けてもらえばいいんじゃないか。そうですね、そうすればよかったんです。でも変ですよね。そうすればいいだけなのに。本当にそれしかないはずなのに。罪を償って最初からやり直せばいいだけなのに、何も失いたくないなんて。本当におかしいですよね。
自分でもすごく変だと思います。ほんの少しうまくやればまた元に戻れる気がしてしまうんです。無理だと分かっているのに、どうしても頭から離れないんです。はあ、私が話してきてやる。はい。私が話してくる。文句ないだろ。間違ってるって分かってんのに自分で決められないってんなら、周りの誰かが手伝えばいいだけだ。やめてください。しくそうに気づかれます。絶対に関わらないでください。お願いします。脅すしか能がないクソ野郎だろ。何が怖いんだ。そういう奴らは強気な相手には何もできねえよ。そんな甘い相手ではありません。シックス王はブラックネットの支配者です。ブラックネットはアークにとってあってはいけないガンのようなものです。あらゆるものが取引されています。武器や薬だけではありません。エキゾチックがアークに穴を開けた爆弾もブラックネット経由だったという話です。お金さえあればそんなものさえ買えてしまうブラックネットが今まで潰されずにいる理由はお分かりですか？偉い奴らと仲良しってことか。それもあるかもしれません。ですがもっと根本的な理由があります。わからないからです。ん？シックス王の正体は誰も知りません。人間かニケか男か女か、年齢はいくつか、誰も見たことがないし声を聞いたこともありません。ネットにしかいない幽霊のような存在です。それでも目や耳がどこにでもありますし、どこにでも手が及びます。運び屋をしていて村社会の情報は嫌でも耳に入ってきましたが、相当な情報を聞いたはずなのにシックス王に関する情報だけはデマさえ流れてきませんでした。ブラックネットのサーバーがハッキングされたところですぐに復旧してしまいます。物理的にサーバーを破壊しようにもどこにあるのかもわからない。管理人を捕まえようにも本名のイニシャルだってわからない。そういう理由でブラックネットは潰せないアークの黒い何かになっているんです。とんでもなく臆病で卑怯な奴ってだけだろ。そうかもしれません。ですが力はあります。見えなくても強い力が。全くわからないな。まあ私も話を聞いただけじゃねえ。ですから皆さんはもう忘れてください。私たちに関わろうとなさらないでください。どうするつもり？ピルグリムの写真でも渡せばなんとかなるはず。はい。何をおっしゃっているのかよくわかりませんが、それでいつ会うか味方かどうかもわからないアンノーンとの約束のために、私を見捨てるということですか？わかりました。消します。その代わりに一つお願いできますか？ここで手に入ったものの中で一番価値が低いと思ったもので結構です。何か一つ私に譲っていただけませんか？それで何とかします。はあ、全て消しました。確認されますか？これからどうすれば。冗談はおやめになってください。私たち知り合ったばかりなんですよ。
ありがとうございます、指揮官様。フラジャイル。何？言い訳に聞こえるかもしれないけど、私はシックス王の言いなりになりたくない。今度のことは本当にどうしようもなくて。うん、そうじゃないとね。信じるよ。ありがとう。やっぱり私にはあなたしか。でもね、リバリン、リバリンが今やらされてる仕事、少しでもリバリンが望んでしてることだったら、その時はあなたの目の前で死ぬから。フラジャイル。シックス王に脅されて、いいように使われてるのはわかる。それは仕方ないことだもの。でも、そうじゃないなら、それだけじゃなかったなら、あなたにとって、一番大切なものをこの手で奪ってあげる。だから、嘘はつかないで。ええ、わかったわ。無事で本当によかった。助けに来てくれて本当にありがとう。ハンマリング様とはこの先で一度合流しました。長くて大きい柱のようなものはないかとおっしゃっていましたね。その時は何に使うのか分かりませんでしたが、アンノーンを助けるためだったとは。今回の探索でお知り合いになったばかりですが、ハンマリング様らしいと思います。ああ、とにかくテコに使えそうなものを一緒に探していたのですが、ラプチャーに襲撃されて一緒に逃げ出しました。途中で追いつかれそうになって、ハンマリング様が時間を稼ぐと言って戻っていってしまい、白い建物で合流しようという話になりました。それから戻ってきていませんが。じゃあハンマリングを見たのはこの先が最後ってことだな。はい、そうです。具合はどうだった？良さそうには見えませんでした。申し訳ありませんが。わかった、急ぐぞ。あ、はい、わかりました。はい、急ぎましょう。あ、はい、今整理していたところです。少々お待ちください。とりあえずリバリンの話は事実と見て良さそうです。パスファインダー部隊の結成以降、リバリンとフラジャイルは一貫して同じ作戦、任務に投入されています。またある日を境に仕事の量そのものが明らかに減少しています。アークの拡張計画の終了が公表された後ですね。それ以降はごく稀に任務に投入されている以外、これといった経歴はありません。イングリッド社長に副業の許可を得たという記録があります。それ以来主に配達業を仕事にしているようですね。助けようとした形跡はあります。インフィニティレールやスターキングへの合流も検討されたようです。ただし中央政府の許可が下りず取り消されています。部隊の増員には厳しいルールが定められていますから。警戒だと思います。一部隊の人数が増えすぎることが怖いのだと思います。そうですよね。といっても一応の背景があって、モデル ZX を主力とする部隊が起こしたゴッテスフォール事件がその理由です。悲劇的な事件だったのですが、中央政府が当時原因について下した結論というのが、あまりにも多数の2機が共通の目的を持って行動すると制御困難に陥る。はい、そのため各部隊3名以下という原則が定められています。も
ちろん例外はありますが、十分な理由が必要となります。パスファインダー部隊の事情はそうではないと判断されたのでしょう。理論的にはニケは生命活動の維持に外部からの資源を必要としません。生きていればいいだけならお金はかからないということです。ですよね。私もそう思います。それが存在しません。何も一切の情報が存在しません。座標の移動、メッセージの履歴、通話履歴など何もありません。探索隊に合流する前の1ヶ月間の情報がどこにもないんです。それに今だって彼女が探索中でも必死に通信していたのはお気づきですよね。その記録もありません。ミシリスの通信関連部門に直接連絡してみましたが、そちらでも何の記録もないという回答でした。一つだけ残っていた情報というのが、イングリッド社長による探索隊への合流承認、それだけでした。記録通りだとリバリーは1ヶ月間何もせずにいて、それから探索隊に合流したということになります。私もその可能性は考えましたが、リバリンが使っている携帯は2週間前に発売されたものです。ですがクレジットの使用履歴のほか出荷履歴もありません。移動履歴も中央政府のデータを個人が好き勝手に操作できるなんてありえません。同じ時間のフラジャイルは配送業務で忙しそうな記録が残っています。その可能性は低いと思います。何か別の原因がないかもう一度詳しく調査してみます。はい。でもあまり期待はしないでくださいね。そう簡単にはいかない予感がします。ここです。ここでハンマリング様と別れました。ここ完全にクリスタル畑よね。一歩足を踏み間違えて転びでもしたら、そのままクリスタルの養分ですね。クリスタルの山の下敷きになった可能性は。少々お待ちください。付近のエネルギー反応は確認します。エネルギー反応多数。どういうことだ。皆さんそこから離れた方がいいと思います。エリア内で複数のエネルギー反応が確認されました。一つ一つは小規模ですが、最悪の場合全てラプチャーという可能性があります。そのどれかにハンマリングがいるかもしれないんだろ。その可能性もあります。あれ、エレグ今踏んでるの、それちょっと持ち上げて。はい、これですかな。これは何でしょうな。鉄でできた棒切れのようですぞ。どうしてそんなところもあるんだろう。何がですかな。ミケの太もものフレーム。はい、ミケの太もものフレームだよ。骨って言ってもいいかな。うぎゃー。で、どういうことですかな。どうしてこんなところにあるんですかな。それだけじゃないわ。ラプチャーの部品も散らばっている。それからあの時のあれ、ラプチャーとクリスタルが融合してたやつ。クリスタルチャンバーのことですね。そう、あれもあるわ。正確に言えばあれの一部が落ちてる。地帯の保管所みたいなものかな。我ながら吐き気がするな。何を安心してんだ。
エネルギー反応消失。ここクリスタルチャンバーの生産施設みたい。スハイブって呼んだ方がいいかも。ニケでもラプチャーでも適当にばらまいておいて、そこにクリスタルも撒くのかな。カオスの海を作ってからクリスタルチャンバーが生まれるのを待つというわけですかな。やはりおぞましいことをしてますが、科学技術の水準はそれほど高くありませんな。うん、ブレーキも原始的な仕組みだったし、絶縁体のガラスも高度な素材じゃない。クリスタルだけが変に常識外れ。アークみたいですな。未知の何かを発見してそれが何かさえよく分かっていないくせに、それに頼ったインフラを構築するとは。うん、餌やりが必要ということまで。エレグ、分かっておりますな。じゃあハンマリングはここにいないのか。信号だけで判別するのが難しいですね。じゃあ探そう。この下にいるかもしれないんだろ。あんな大きなものが出てくる場所ですよ。急に何かが飛び出してくるかもしれません。気乗りしないなら離れてろ。私一人でも探す。はい。あれのことですね。わかりました。封印され、恐れられた禁断の力を使いましょう。ビジューン、あーい、はあ、見えます。何かいろいろ見えます。見えすぎるんですが。ラジャ、次右に10メートルほどです。わかった。いや、いい。そうだ、舞台ができてからずっと一緒だった。当たり前だろ。あんな奴はそうそう会えるもんじゃない。知ってると思うが、私たちは地面を掘ったり鉱石を探したりするのが仕事だ。私の口からこんなことを言うのはあれだけど、その気になれば金持ちにだって簡単になれる。仕事の規模を考えたら少しポケットに隠すぐらいは簡単だ。考えなかったといえば嘘になる。でもその度にハンマリングに気づかれて止められた。堂々と生きなきゃダメだってな。たとえ飢え死にしそうでも堂々と生きなきゃダメだ。まあどうせ私たちはニケだから飢え死にはしないし都合がいいだろってな。バカ正直なやつなんだ。こんな危ない場所でも自分に恥ずかしくないように堂々と。知り合ったばっかの仲間たちのために命を懸ける、そういうバカ正直なバカ野郎なんだ。そうだ、おかしいぐらいにな。だからあのバカを助けないとならねえ。今までずっとそうやって生きてきたやつなんだ。そうやってバカみたいにクソ真面目に生きてきたやつなんだ。こんなどこかもわからない場所でくたばって終わりなんてひどすぎるだろ。それはあまりにもひどすぎる。あいつが生きて堂々と生き抜けりゃそんな生き方も無意味じゃなかったって証明できるだろ。だから
けないと。泣くのはやめて。必ず見つける。わかってる。指揮官、今後は…いえ、何でもありません。おそらく問題ないでしょう。アンドウン、高速接近中。射撃が来ます。指揮官、先ほどまで立っていた場所の真下です。衝撃、いいえ、砲撃によって地面が陥没したようです。他の隊員の消息は不明です。当然のことです。頻繁にするべきものではありません。先ほどの砲撃はアンノウンからのものでした。なぜ攻撃されたのかは不明ですが、奇跡的に指揮官は爆発に巻き込まれませんでした。そうかもしれません。とにかくここから出ましょう。動けますか？安心しました。では移動を開始します。濡れたせいで故障したようですね。一面が水浸しですから。はい、飲んで確かめた結果、危険はありませんでした。ただ人間が飲んだ場合は腹痛を起こすかもしれません。避けた方がいいでしょう。方角は分かりませんが、水の流れに沿って進む予定です。地面は全体的にハーモニーキューブに向かってやや傾斜しています。おそらく他のみんなもハーモニーキューブを目指すものと推測しています。起きたか。ついてこい。どういうこと？案内する。なぜ私たちに？いや、指揮官に向かって攻撃したの？移動型巨大クリスタル、吸収、靴、穴。指揮官が吸収されかけていたということ？靴越しに？そうだ、やっぱり話通じる。わからない。人間吸収見たことない。もっと、ここ危険。移動する。あなたのことは何と呼べばいい？名前忘れた。それなら私たちが好きなように呼んで構わない。好きにしろ。指揮官、故障の決定を。ユニークなネーミングセンスかと。グレイブ、そう呼べ。グレイブ、どこへ行くつもり？キューブ目指す。仲間たち、そっち案内。そう、ありがとう。いろいろと聞きたいことがあるのだけど。全部答えられない。あなたがクリスタルの主？いや。それならここで何をしているの？昔の話。
忘れられた、色あせた話、もう一度書く。会話、久しぶり、話、うまくない。そう、なぜ私たちを助けてくれるの？仲間、私、助けた。恩、絶対に返す。あだ、絶対に打つ。お前、まだ人間じゃない。人間、私に叫ぶ。私に銃撃つ。私に親切、電気、痛い、ヘルメット、脱がす、棺、奪う、電気、痛い、光、撃つ、腹、裂く、頭、刺す、電気、痛い、写真、撮る、もっと、たくさん、来る、写真、いや、電気、痛い、電気、痛い、電気、痛い、私、逃げる、人間、追う、人間、ラプチャー、危ない、人間、助ける、電気、痛い、はあ、人間は裏切る、人間は殺す、私が生きるため。お前、叫ばない、銃撃たない、電気しない、私、助けてくれた、ありがとう、言ってくれた。お前、まだ人間じゃない。でも人間やった。ああ。そうだ。ああ。他のニケと接触したことはある？三人、記憶ある。少なすぎる。どれぐらいの時間、地上を歩き回っているの？覚えてない。会ったことがあるというニケたちは？みんな死んだ。二人手遅れ、一人は人間だった。そう、そう、することある。昔の話、忘れられた、色あせた話、もう一度書く。ああ、そう、使命、忘れていた、言葉、お前たち、使命なんだ。え？何のため生きる、何を叶えたくて生きる、そのために何を
する。決められないか。決めろ。それ。お前の定義。生きる力。鏡。見る鏡に何が映るか。お前が見て、お前は何に見えるか。ほぼ、ついた。あと少し、歩く。指揮官、靴を脱いでいただけますか？指揮官、こんな状態になるまでなぜ黙っていたのですか？私が背負います。乗ってください。指揮官。そこで待て。私が直す。鎮痛剤、麻酔、全部ある。感知できない。半日動ける。二月塗る。こっち飲む。大丈夫になる。ああ、来るな、そこにいろ。来るな、それ以上近づいたら殺す。アナキオール。言いなさい、どうしてそれがここに。なぜヘレティックアナキオールがあなたの棺にいるの？その名で呼ぶな。言いなさい、なぜアナキオールをあなたが。その名で呼ぶな。あれはそこにあってはならないものです。いや、どこにもあってはならない。人間裏切る。人間扱いしてくれるのね。喜んでいいのかわからないけど。今の武装では効かない。なら体術で。そんなもの振り回すなって。死ね。お前も人間か。私の
から侮辱した私の使命、侮辱した。それがあなたの宝で使命だというならぶっ壊す。パーティーはもうずっと前に終わったんだ。その髪、まさか。出せ。それは存在してはいけない。レッドフード。そんなはずない。そんなはずがない。そうか。死んで、まだ奪うのか。私の宝と使命。侮辱した上、古の英雄。伝説まで。侮辱するのか。死ね、死んで詫びろ。アリス、こっちです。この私たちが行くまで待ってなさい。待っていろ。必ず殺す。大丈夫です。少し疲労しただけです。以前のようなオーバーヒートはもう発生しないようです。ラッピー！指揮官様！あれだけ大きな音立てといて見つけられない方がおかしいわよ。アンノウンがいたようですが、交戦したんですか？ヘレティックが棺の中に？おまけに、ラピがレッドフードを使った？もう使えないんじゃなかったの？前ほどの爆発的な出力は感じなかったわ。とても、安定した感覚というか。妄想していた力を使いこなせるようになったというところでしょうか。そうだといいんだけど。でも、棺の中にいたのがヘレティックだって、どうしてわかったんですか？何かで見たことがあるとか？確信できたの。名前まで。どうしてかはわからないわ。きっと、レッドフードの。はい。他のみんなは？この先で待ってるわ。私とネオンは声を聞いて飛び出してきたの。うん。ハンマリングは見つかりました。行きましょう。その目で確認して。来たっすか。感動のハグでもしたいところっすけど、あいにくともう動けないっす。ふざけてる場合か。どんなもんすか。クリスタルに食い荒らされてる。中はクリスタルまみれだ。コアまでは行ってないみたいだが、もう背中が突き破られてて壁とくっついてる。ああ、それで体を起こせなかったっすね。背中が壁にくっついてる感じがしたっすけど、気のせいじゃなかったっす。じゃあ、私はこれからどうなるっすか？わからねえ。
死ぬか生きるかどっちかだろう。私死にたくないっす。分かってる。腕がひどくなった時もぎ取ろうとしたっす。でもうまくいかなかったっす怖くてできなかったっす。簡単なことじゃなかったっす。そうか。壊れ方次第では私も保証できませんぞ。それならなんとかなりそうですな。貸してくだされ。わ、私だって空気は読みつつやってますぞ。わかったっす。我慢するっす。どう思いにやってくださいっす。ラジャ、それじゃあ行くぞ。我慢しろ。すぐ終わらせる。振動で体中をつつかれてる感じっす。神経センサーまで入り込んでるみたいだな。バカみたいに、そうやってバカみたいに生きてるからこんなことになるんだぞ。ドリリーだってじゃないっすか。バカみたいな生き方。ああ、好きだよ。とりあえず剥がせたぞ。歩けるか。体が重いし歩くたびにきしむっすけど、それ以外は大丈夫っす。それが歩けないってことだろ。いやいや、見てくださいっす。ほら、音が少し変で昔のゲームみたいに動きがカクカクっすけど歩けるっす。ふざけてる場合か。指揮官氏、お受け取りくだされ。どうってことないですぞ。あ、つながりましたね。最悪の事態を考えていたところでした。はい、了解しました。ハンマリングの様子はどうですか。そうでしたか。何が必要か見当がつきませんが、とりあえず要請はしておきます。ではあとは戻るだけですか。ええ、目的は達成できたから。わかりました。案内します。幸い、前回のようなクリスタルの暴走は見られないので、きちんと戻れるはずです。ですが、トンネルはどうやって登りましょうか。アーク側の問題がある程度解決しましたので、運送用ロボットが支援できる予定です。行きにロープと足場を設置しておいた。ちょっと大変だが、それでも登れるはずだ。ああ、よかったです。帰り道のことまで考えてあるなんて、ドリリー様は先を見通せる素晴らしい方です。では、出発します。フラジャイル、バックアップをお願い。言いたいことがあるっす。ハーモニーキューブを見ていきたいとか言い出したら、ただじゃおかねえからな。当たり前だろ。お前、自分の状態が分かってんのか。危険な時は頭だけ落としてくださいっす。自分じゃできなかったっすけど、誰かがやってくれるなら問題ないっす。言うのは簡単だよな。それで何かあったらお前は死んで終わりかもしれねえけど、私は
いやいや、そうはならないっす。お前な、バカ言うのもいい加減に。ドリリ、もうここには来れないかもしれないっすよ。すぐそこに新しいものがあったのに、見つけられずに帰って誰かに横取りされでもしたら、すっごく悔しくないっすか。せっかくここまで来て、これだけ大変な思いをしたっすよ。手ぶらで帰りたくないっす。私たちの未来のためにも。そうっす。胸を張って生きられる、私たちの未来のためっす。できるのか。半日ほど。に、2時間あれば、十分いけると思います。うん、すぐ使えるようにしておくよ。え、本当に？今回の探索では随分攻めますね。それがいいの。え？ハーモニーキューブを目指して移動します。ただしハンマリングの状態がこれ以上悪化した場合は、直ちに頭部だけを回収し撤退します。ありがとうございます。もう死んでも心残りはないっす。だからそういう冗談はやめろって。ラピ、これ。ええ、ロストセクターね。ハーモニーキューブの近くだけがこうなってるんですね。不思議です。ハーモニーキューブはアーク建造のための演算装置ですからな。そのためにはまず近場の基礎を固めることからということでしょうな。材質は全部ガラスに見えるけど。そうですな、あの絶縁体のようですぞ。クリスタルを防ぐためだよね。私もそう思いますな。建物を作りたい、しかしクリスタルに邪魔されてしまう。クリスタルの侵食を防ぎたい。どういうわけか侵食されない物質がある。じゃあそれで建物を建てよう、そういうことですかな。リバリン氏を見つけたあの場所もその痕跡かもしれませんぞ。あの建物だけ離れて建っていたのは演算のエラーでしょうかな。地面の建材ちょっと剥がしたらダメっすか。おい、大丈夫か。ちょっと疲れたっす。それ以外は大丈夫っす。でもここ本当にかっこいいっすね。来てよかったっす。ちょっと見せろ。頭までは行ってない。大丈夫だ、今のところはな。ここまで来たら確実じゃない？ガラス製の街なんて作っても意味ない気はするけど。観光用とか？まあユニークではあるわね。皆様、見るものは見ましたし、そろそろ戻りませんか？やっぱりかなり心配で。これだけ持っていくっす。はい、早く戻って休まだ。リバリン、おかしいと思った。まだ何も収穫がないのに戻ろうとするなんて。これをシックス王に渡すつもり？いや、それは。ゆえ、アークにクリスタルなど持ち込んではいけませんぞ。餌が多すぎますな。外に出した瞬間アークはおしまいですぞ。ご
ご安心ください。きちんと瓶に入れてありますから。ごめんなさい。お先に失礼します。あれ、足が撃たれた。フラジャイル、私を撃ったの。そこまでシックス王を怖がりながら生きていくぐらいなら死んだ方がマシだよね。そうでしょ。そうすれば他の人も傷つけないし怖がらなくてよくなるでしょ。待って、フラジャイル。クリスタルの成長を確認。どうして急に。頭だ。頭をどうするんですかな。ラジャ、素手で状態を確認して。頭、ハンマリングの頭しっかりして。首の端にクリスタルが少し残ってるが、残りは大丈夫そうだ。取り除けないの。やってみる。皆さん、ハンマリングの体が。やらかしてしまいましたぞ。クリスタルはエネルギーを捕食する。今私たちの頭上にあるのは、そのクリスタルが集めていた莫大な電気エネルギーを使う演算装置。最高級のご馳走も同然ですな。目的はハーモニーキューブ。クリスタル依然急拡大しています。形状の変化を確認。クリスタルチャンバーと確定。よし、行くよ。行きます。緊張しますな。私も。何故トロニー氏まで。リバリン、どこにも行かずにここにいて戦ってくるから。どうせどこにも行けないだろうけど。クリスタルチャンバー沈黙を確認。全て砕けたようです。ラシャ、はい。わかりました。私が先導します。はい、精密検査の後アークに帰還しました。ハンマリング以外はですが。どうなったの。絶縁体で作られた特殊なケースに収容されました。今も地上にいるはずです。地上ってどこ。隔離用の臨時キャンプです。やはりリスクが高いとのことでした。機密事項のため詳しい位置は私にも知らされていません。本人の強い希望でドリリーもそこにいるということしか。首の先端にクリスタルが残っていたので、ブレインシェルターは使えなかったそうです。エネルギー源がなくなったのになぜクリスタルが消えないんでしょうか。脳には常に電気が流れていますから。体にも微量ですが生体電流があります。そのせいでクリスタルは脳に少しずつ近づいていくそうです。進行が遅いのは不幸中の幸いですね。いい状態ではなさそうね。対応のため新型のブレインシェルターが開発中です。クリスタルに耐性のあるブレインシェルターが完成次第そちらに移送される予定です。そう、まあ
まだここには特に何もないし、それが一番いいわ。クリスタルは取り除けないんですか？頭部と脳の電流を止めれば自壊すると考えられますが、それってつまり死ぬということですから。いやいや、じゃあどうすればいいの？研究中です。 MMR も参加していますので、近いうちに何かわかると思います。幸いクリスタルは妊婦に影響を与えるものではないそうです。物理的な問題ですから解決は可能でしょう。それなら良かったです。まだ大きな進展はありません。拘置所に収監されたぐらいですね。未遂の事件なのでエニックが判決するのも難しいですし、リバリンが逮捕されるときにプラジャイルが騒動を起こしたそうですが、ゴム弾で制圧された後自宅謹慎を命じられたそうです。本当に殺す気だったのかしら。その前に話をするつもりだったと思うわ。うん。エレクトリックショックの子たちは？報告書の作成に追われているようです。終わり次第そちらに再合流という形になりそうです。無事で済んだのはあの子たちだけね。そうですね。あ、つい先ほど決定されました。読み上げますね。当該の地域、通称クリスタル地帯は極めて高リスクであると判断された。上記地域における資源および技術活用への試みは一切の例外を認めず、これを行わないものとする。また上記地域の脅威は放置もしくは傍観を許さないものと判断されたため、当該地域の殲滅作戦を実行する。以上です。意外ね。どうにか探索を続けろとか言われると思ったのに。それだけ危険だということです。もしアークにクリスタルの一かけらでも持ち込まれれば、言葉通りおしまいですから。いろいろと検討中のようです。ただ確かなことはアブソルートの参加と、お特殊別動隊も間違いなく参加になるということでしょうか。はあ、活躍しすぎも問題ですね。グレイブはまだいるのよね。多分。次は逃がさない。リバリンの言った通りでした。何もありません。シックスオーという名前があるだけです。それも本名ではないでしょう。インターネット上のニックネームといったものだと思います。今は我慢してください。重要な任務が控えていますから。シックスオーについては私が調査を続けます。何か分かったらすぐにお伝えしますね。ハンマリング氏、大丈夫ですかな？きっと大丈夫だよ。苦労ばかりでお気の毒ですな。うん。クリスタルは代わりになり得ますかな？拡張性が足りないね。リスクも大きすぎるし。では今回の探索では見つけられなかったということですな。すぐに見つかるとは思ってなかったでしょう。そうですな。でもハンマリング氏とリバリン氏があんなことにまでなったのに何も得られなかったというのが少しあれですな。大丈夫、続けるだけだよ。エレグは諦めないでしょ。そうですな。私は絶対に諦めませんぞ。本物の空を見せるためですからな。うん。おや、メッセージですな。
ある？迷惑メールですぞ。こういうのまだあるんですな。どちら様ですか？ああ、私、もう、終わったのね。